ああ、来年の契約オファーをすでに回っていることが判明。昨季 DeNA でプレーした先発右腕トレバー・バウアー投手がもう1年日本でプレーする可能性についてニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者が8日付の記事で伝えた。今季はメジャー復帰を熱望し、メジャー最低年俸の74万ドル、約1億700万円でも契約する意思を示している。だが過去の女性に対する暴行疑惑がネックとなり、球団側が二の足を踏んでいる。弁護士で代理人のジョン・フェタロフ氏は、今も MLB の7、8球団と接触を続けているとし、お金は問題ではない、本当にチャンスを得ることだけを望んでいるとオファーを待っているが、未だ契約は決まっていない。記者が最近になって話をした複数の球団幹部は、バウアーについて、彼はもう1年日本にいる必要があるかもしれないと話したという。また同代理人は、古巣の DeNA からはいつでも戻れるオファーをもらっていることも明かしている。来た、ベースからちゃんとオファーもらってるんか。オファーはともかく金額は折り合うかな。オファーもらってるのにまだ決めないのか。5、1年日本にいたところで状況変わるんか。今永も石田もいない横浜に戻る意味ある。どんだけメジャーで嫌われてるねん。阪神ファンが実中ハックバワーの登板試合でブーイングする野郎がどんな反応するか楽しみや。今永も石田もいないから周さん投げさせたるで。バワーはメジャーに帰れるとは何だったのか。そこをも大事ということを身をもって証明する男。メジャーどんだけ年俸引ってもいい、入れてくれ。日本5億な。横浜ファンがまたバウアー兄貴って言うのか。あれだけ叩いてたのに。ベスファンは言うほど叩いてないだろう。様子見してるやつらばっかりや。いやもうノーサンキューやろ。オファー出したのあの騒動の前やろうし、これだけやらかしたら私に戻されてもおかしくないわな。残留してもいやいやが捨ててて応援できねえよ。モチベーション低いと怒った時に感情を抑えられないだろう。なんか嫌な予感するわ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。